河原版を売る、読売りの姿。後に、明治初年頃より、新聞が売り出されるようになると淘汰されていった。口説は、ジョ璃や歌舞伎のクライマックスで俳優とジョ璃とで、演じる箇所。口説とも言う。元来は、閉曲や洋曲あるいは説教説で、登場人物の悲しみを歌う演出であったものが、近世以降各種の交渉文芸の演出も加わり、多様化した。 くどくイコール、繰り返し読という動詞が名詞化したもので、元来、平曲や洋曲で、登場人物の悲しみを歌う演出であったものが、近世になり、祭文、歌念仏、説教などの交渉文芸の演出も加わり、浄瑠璃では、叙情的な詩と、戦律からなる、く読として完成された。浄瑠璃の歌舞伎狂言化に伴い、舞踊の要素なども加わって多様化した。また、くどきは、 信頼、長唄、時和図などの他の音楽や各地の民謡にも波及していった。閉曲で、白声に近い単純な旋律を持つ曲折、また、それによって演奏される部分を、口説きと称する。洋曲では、表紙に合わない語りの部分を、口説きと称し、多くの場合、母上や昇進などの心情が吐露される。古説教のテキストにおける、節句として、言葉、節思、くき、 不句くどき、爪、節詰めの六種が確認されている。説教説は基本的に言葉、不を交互に語ることで物語を進行させていったものと考えられるが、言葉は日常会話に比較的近い言葉であっさりとした語り、不は説教独特の不回しで情緒的に歌うように語ったものと考えられる。これに対し、句どきは沈んだ調子で、 哀絶の感情を込めて語り、不死くはそれに不死をつけたものと考えられ、不死笛の登場はわずかであるが、そこでは、いた橋や荒いた橋やの語が語られるのを大きな特徴としていた。中世の芸能において、悲哀を歌う演出であった、くどきは、浄瑠璃では、叙情的な死と、旋律からなるものとして完成され、悲観、連暴、恨みなどの心情を切々と訴えるようになり、 劇中最大の聞かせどころとなった。上ルリが歌舞伎狂言化されると、俳優というかの竹本との共演によって構成されることで、より印象強いクライマックスが演出され、ジョルリとセリフとの技巧的な掛け合いや、舞踊の要素も加わって多様化していった。中でも、絵本対抗期十段目、近頃河原て引き、堀川、遠洋女舞犬、酒屋、キャラ仙台萩、 古典の段などにおける口説きが著名である。長唄における口説きは楽曲の中で英単的な心情表現をする構成単位である。口説き歌とは民謡などで長編の叙子歌謡を同じ旋律の繰り返しに乗せて歌われるものであり、盆踊りに歌う、踊り口説き、キアりに歌う、キアり口説きなどがある。なお、口説き歌が江戸時代に日本から 琉球王国に伝わったものを、口説き、または、口説ちと言い,い、多くは舞踊を伴う。公衆温度は、棚温度と座敷温度の2種類があるが、独立した舞台芸として演じられることもあり、その時は、口説きと称される。口説きから生じた続曲の1ジャンルが口説き節であり、姿勢の情話などを長編の歌物語にしたものである。後世などが歌って、 江戸時代後期に流行した。すなわち、五世の歌う五世歌のレパートリーに、口説きがあり、これは浄瑠璃から影響を受けた語り物音楽であるが、義ダ融説よりも歌謡風になっている。主な演目に、鈴木門戸や、八百屋お七などがある。ありがとうございます。